皆さんこんにちは。今日もはつらつ49歳のりなです。よろしくお願いします。連日で YouTube の投稿をさせていただきまして、ご視聴いただきありがとうございます。でその時にこういった野菜がある感じで撮影をさせていただいたので、お野菜の消費のことでちょっとご質問いただきましたので、時間は今日も3時半ぐらい、今日はちょっと雪が降ってる感じなんですが、せっかくお野菜がまだある状態ですので、消費の仕方、私なりになんですがご案内させていただこうかと思います。今回も雑談をしながら、あとうちでお料理とかをしてもらってる時は割とこんな感じで喋りながらみたいなんでやってるので、そういった軽い感じで進行をさせていただきたいと思います。とではカレー、この大物の白菜の方からちょっとやっていきたいと思います。で今回はもうめっちゃ簡単というか、大きいのを買っちゃった時には、私白菜のステーキが好きなので、オーブンで作る白菜ステーキの方の準備をしていこうと思います。では。まず、オーブンの方を余熱180度入れてきます。でこちらの白菜も洗って、もうさっきも水がダバダバ出てたんで、こちらの方水切りを済ましています。でこっちがオーブンにオーブンシートをしておいて、今日はちょっと半分だけ使っていきます。結構大きい白菜なので、ちょっと思ったより大きいけど、いっか。じゃあ白菜並べますよ。一番難しいところはできました。あとは本当はニンニクがあればニンニク使うんですけど、買い忘れてるので、もうガーリックパウダー、あとお塩も、後で足すことができるので、余熱完了、後で足すことができるので、もう適当な感じでかけます。あと胡椒も、もう本当に美味しくなれ美味しくなれ。ちょっと昨日安かったので、カマンベールチーズがあるので、チーズなくても大丈夫ですよ。290円くらいだったので買いました。もうめっちゃ適当です。この時期はもう寒くなっているんで、テーブルの上にこういうふうに野菜を置いとくっていう楽チンができるので、でもしこういうところにあったら
ある野菜とか、あ、ちょっとこれ、これキノコ、これも170円ぐらいで買いました。あと仕上げにオリーブオイル、割とたっぷりめにかけます。パルメザンチーズもあれば、あとあともしこれもあればですけど、これはローズマリーなんですけど、あればハーブも適当にかけてやると美味しいかなって。むちゃくちゃ、まあ、うんうん、まあね。で、じゃあこちらオーブンで、ちょっと長め180度で40分焼いていこうと思います。じゃあちょっと行ってきます。よし、今から結構時間ができてしまうので、もう少しちょっと野菜を減らしていきますね。これもサンサンツヤマで買ったんですけど、パクチーがこれだけで90円だったんです。で、苦手な方もおられるかもしれないんですけど、私はちょっとパクチー好きなので、こちらの方をこれだけを使って、ラーメン食べたいと思います。私包丁教室とかもいろいろ行ったんですけど、なんとなく私が習った中で、ザザザっていうの、時間がない時はそうするんですけど、刃先ここが30度ぐらいで、で、こう優しく切ってやるっていうのが、私の中では結構野菜が美味しいなっていう風な気がしてるので、こうタッタッタッタっていうのもかっこよかったりするんですけど、私は個人的にはちょっとこう見た目にゆっくりに見えたりするかもしれないんですけど、割と時間がある時はこういう風にゆっくりゆっくりっていう切り方で、なるべくその素材の味が雑にならないような切り方っていうのを目指しています。そんなに大したことじゃないんですけど、ゆっくりやってます。ちょっとお皿に盛り付けて、あとちょっとかぶ、結構生で美味しかったので、もうかぶの方も適当に切って置いときます。私のその野菜の食べ方でお伝えしたい部分っていうのは、こだわったことをしてるんではなく、もう目についたものを切ってこのままみたいな感じのが多いです。あとレモンがあったりしたら、ちょっとこれも一味違ってきて美味しかったりするので、切るだけ切っておきます。それではあと26分ですけど、その間こちらのこちらのプロテイン入りのカップヌードルが登山用に買ってたんですけど、なかなか食べれてないので、こちらの方をちょっといただきながら焼けるのを待ちたいと思います。めっちゃいい匂いしてるんです、白菜。雪はちょっと止んだ感じかもですね。ちょっとお湯入れます。それでは3分待つようなので、この待ち時間の間にちょっと雑談させてくださいね。先日なんですけど、職場の方に
なんかすごく上品なあの白髪のマダムがお二人来られたんです。そのうちのお一人、あの、まあ、どちらかというとお姉さんの方がお話を聞いてくださいっていうふうに言われるんですけど、でその時に、まあ、カバンからパンフレットをこう見せてくださって、でそのパンフレットにはあのいろいろな動物もうたくさん、本当にライオンとかお猿さんとかね、ニワトリとか本当にいろんな種類の動物と割と薄着の人間があの描かれておりまして、ですごくそこではね、あらゆる動物たちがすごく気持ちよさそうに団らんをしてるような感じなんです。で私に聞かれるんが、お悩みはありませんかっていうふうに、まあ、聞かれたんです。年長者のマダムの方がそういうふうに私に聞かれて、でちょっとね、1メートルぐらい後ろの方でなんかすごくこうきちんと叩かれて、すごいこううなずきながらもう一人のマダムも、お悩みありますよねみたいな顔で見られてしまうんですけど、だいたいそういうのって新しい神様を紹介してくださる時ってそんな感じだなと思ってるので、蓋が開いてた、ごめんなさい、ちょっと蓋しますね。健やかに過ごしております、ありがとうございます、というふうにちょっとお伝えしたんです。そうしましたら、あのお姉さんの方が、そうですか、このような理想の世界で住んでみたいと思いませんか、そういうふうに言ってくださって、その動物と薄着の人間がついているパンフレットをこうどんどんめくってくださるんです。こちらも素敵ですよっていう感じで、でなんと今ならありがたいお話を聞く、あのそういった説明会っていうのもあるので、参加しませんかっていうふうにあの誘ってくださったんです。すいません、もう3分来てる、ちょっとこっち準備しますね。すいません、カップヌードルの方できましたので、ちょっと先に混ぜたりちょっといただいたりしたいと思います。いただきます。このプロテイン入りのカップヌードル、最近売ってるの見ないんで貴重なんですかね。コスモスとか行ったら売ってるんかな。それではちょっと最初にこのまんま食べてみます。カップヌードル、まあ、ちょっとパクチー乗せます。いい匂い。じゃあいただいてみます。私は好き、美味しい。もっと切ってもよかったかも。おいしい。おいしい。わあ、パクチーもっと買っとってもよかった。おいしい。パクチーおいしい。甘っ。ちょっと食べながらでね、失礼するんですけど、さっきのマダムたち、あ、そうありがたい説明が聞けるチャンスなんです。せっかくの機会だから、その説明会に参加しませんかっていう、まあ、お誘いいただくキャンペーンで、まあそのお話、
そのお話をいただいて、私もあってあって思ったんです。でちょっと私もちょっとその話聞いて思い出したんですけど、うち今あのゴールドジムで筋トレをやってるんです。理想の体になりたいと思いませんか？とゴールドジムも見学会があって、しかも無料なんです。でいつでも参加できるんです。機会はいつでも与えられてるんです。ずっと後ろ1メートルぐらいで、あの離れてでうなずいてくださってた方がちょっとうなずかれなくなったんです。で何歳からでも始めれるんですよ、筋トレは。筋トレにもすごく似たような哲学がありまして、で大体の悩みも解消することができますし、で筋肉は裏切らないんです。本当に信じてもいいものなんです。もしよろしかったら、あのお体のためにもなりますし、本当に何歳から始めても大丈夫ですので、あの見学会私の中でめっちゃおすすめなので、どうですか？大丈夫です。今日は失礼します。で帰られました。ちょっと続き食べさせてくださいね。いやでもこれちょっと私はどうしよう、美味しい。パクチーとカップヌードルあるかな、ありだな、おいしい。多分お野菜とか果物、手をかけずに食べたら普通に美味しい思いますよ。カッカッカッて切るんじゃなくて、こうスースー、こっちでもいいから、あんまり野菜とかが痛がらんような感じ、いつの間にか切れとるかなぐらいの感じに切ってあげたら、味も割と雑な感じの味にならなくって美味しいような気がしてます。レモン美味しい。わあ、パクチーとカップヌードルもう一回食べない。どこに行くんだろう、カップヌードル、プロテイン入りの。普段はめっちゃゆっくり食べるんですけど、撮影を意識してちょっと早めにいただいてます。美味しかった。ちょっとコーヒー入れます。めっちゃ寒そう。先ほどの白菜のステーキと、昨日お肉ほとんど売ってなかったけど、豚肉、あのスペアリブだけあの2割引きで売っていたので、それをちょっと朝煮込んだものがあるので、まだ味見してないんですけど、それも一緒に食べたいと思います。イタリアンハーブがちょっとあったので、あるものを乗せただけなんですけど、白菜のステーキとスペアリブ、トマトのかけら、じゃあこちらもいただきます。大豆を蒸したものも作ってたの忘れてたので、トッピング、大豆、乾燥大豆を一晩水につけておいて、あとは朝
ホットクックで1時間蒸した感じです。じゃあちょっといただきます。はぁ、美味しい。プロテインのカップヌードルを食べた後なのでちょっと心配ですけど、いただきます。もう白菜絶対これオーブンで焼いたら絶対甘いからめっちゃ好き、美味しい。うん、なんかすごく甘いお湯を飲んでる甘くて美味しいお湯を飲んでる感じで、すっごいジューシーです。でカマンベールチーズがね焦げてて美味しくってね、ハーブの香りが口の中ふわっとしてね、もう本当に白菜大きくってもペロッと食べれますよ。味が足りなかったらもちろん塩コショウとかハーブソルトとかでもいいんですけど、あと冷やして翌日にお醤油とおかかをかけていただいてもまた結構食べれたりします。チーズのとこうまっ。ちょっと白菜ばっかり食べてしまうからお肉も食べますね。うわ、柔らか。うわ、ナイフいらんかった。柔らか。おいしい。これおいしかった。なにこれおいしい。ネットで調べて作ったやつだけどめっちゃ美味しいがな、めっちゃ美味しい。この後ゴールドジムに行って筋トレしようと思ってるんですけど、もう晩ご飯よくもうやる気出る。びっくりした。美味しかった。なんて検索したんだろう。パッドでこれぞ絶品美味しいスペアリブっていう名前で検索してもらったら作り方が出るんで、やってみてください。私あんまりスペアリブ買わないんですけど、昨日本当にお肉が売ってなくって2割引きのシールが貼られたこのお肉しか売ってなかったんで買ったんですけど、良い出会い。いやー、むっちゃ美味しい。今ちょっと筋肉をつけたくって増量中なのでちょっとがっつり食べてます。はぁ、美味しい。すいません、私の話にちょっと飽きてきてるかもしれないんですけど、新しい神様を教えてくださりそうだったご婦人たちのエピソードを覚えてますか？結構私筋肉との信頼関係がだいぶ、筋トレを始めて3年目っていうのもあると思うんですけど、筋肉に対する信頼の中にできてたんで、でちょっといろいろねご紹介いただいたんですけど、私も紹介したいものが、もっと紹介したいものが
会っちゃったもんだから、正直あのマダムお二人が引いてた、あんまり人を引かすことがないからびっくりしたなと思って、まあそれだけなんですけどね。このような感じで私はあのお野菜を消費してます。ということで今回の動画はここまでにさせていただきたいと思います。本日も最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。本当に心から感謝しています。自由な作風のアジトアール、次回もまたあなた様とお会いできることを心から楽しみにしております。では失礼いたします。